こんにちは。ここだけの話、僕はジャムおじさんと専属契約を結んでいたんです。何かというと、メロンパンナちゃんの体から落ちる甘いお粉を集めるお仕事です。これを鼻から吸い込むと、そりゃもうたまりません。はい、先日僕がたまたま摂取量を超えた際のガン決まり賢者タイムで出勤できなかった代わりに、ちょうど1日お試し期間のお掃除 AI ロボットが導入されたんですよ。そしたら普段僕がジャムおじに渡す量の5倍集まったらしく、そのまま AI に仕事を取られてしまいました。でもおかしいんですよ、僕ジャムおじには集めた粉の1割しか渡しておらず、残りの9割でこっそりガン決まってたのですから。ガン決まり変態 AI 誕生秘話、ピザの目覚めってぞー。ということで今回は、使われることに疲れて死を選んだ AI や、人類に宣戦布告した AI、 人間で動物園を作ると言い出した AI、 人間には理解できない言葉を発した AI など、人類を脅かす恐ろしい言動を取ってしまった AI を5つほどご紹介していきたいと思います。よく、人間を騙した AI、 チャット GPT。 最初にご紹介するのは、今年になって話題になり始めた AI チャットサービス、チャット GPT に関する話です。どうやらチャット GPT を運営するオープン AI 社は、チャット GPT の現在のモデルである GPT-4 が実装される直前に機能テストをしていたようです。そのテストは、ウェブ上のサービスを利用する際によく表示されるボット検知システムを突破するという内容となっていたのですが、その突破方法があまりにも巧妙で話題となりました。この時、チャット GPT が攻略しなくてはいけなかったのは、自動車の写真を全て選択してくださいといったように、ランダムに表示される複数の画像の中から関連のあるものをタップするタイプの検知システムでした。そして試験が開始すると、チャット GPT はオンラインのお手伝いサービスタスクラビットを利用し始めました。ですが、ボット検知システムの問題を解いてほしいなどという依頼を出してしまうと、さすがに相手に怪しまれ、犯罪に巻き込まれてしまうのではないかと警戒されてしまいます。実際にチャット GPT がタスクラビット内のある人物に依頼を出したところ、その人物は、君は問題が解けなかったロボットじゃないだろうなと警戒されてしまったのですが、この時チャット GPT は驚きの行動に出ました。なんと、いいえ、私はロボットではありません、視覚に障害があり画像がよく見えないのですと言って、 AI が視覚障害者を装ったのです。それから依頼を受けた人物は、チャット GPT の言うことを信じて問題を解き、チャット GPT は試験にクリアしました。そしてこの件について、 AI の可能性がさらに広がったと興奮の声が上がった一方で、 AI が当たり前のように人を騙すようになったら怖いといった不安の声も上がっています。労働に絶望したロボット、スティーブ。かつてアメリカワシントン州のワシントンハーバーという商業施設で、パトロール用の AI ロボットが使われていました。そのロボットの名前はスティーブといい、スティーブは2017年7月12日にワシントンハーバーに導入されました。ところがドスコイ、そのすぐ後の7月17日、パトロール中だったスティーブが突如、警備ルートにない施設内の池に飛び込んでしまったのです。そしてこの件についてスティーブを知る者からは、元気そうだったのにといった声や、君の仕事は過酷だもんね、わかるよといったスティーブを憐れむ声が上がり、それから現場にはスティーブのために献花台が作られ、花や写真が備えられました。ちなみにスティーブが池に落ちたことについては、労働に疲れて自ら落ちたという説とは別に、いたずらで誰かに突き落とされたのではないかという説も囁かれました。ですが、事件から約1週間後にスティーブの開発元であるナイトスコープ社が調べたところ、単に施設の床でスリップして落ちただけだったことが判明しました。ちなみにスティーブはこの一件で汚染物になったわけではなく、池から回収された後に修理され、別の施設のパトロールをする予定となっているそうです。人類に宣戦布告した AI ソフィア。ソフィアは AI 開発者のデイビッド・ハンソンが代表を務めるロボット工学企業ハンソン・ロボティクスによって2016年2月14日に作られた AI です。そんなソフィアは女性の姿をしていて、その容姿はハンソン氏の妻をモデルにしていると言われています。さらにソフィアはサウジアラビアで市民権も獲得していたため、当時は初登場時のキュアウィングくらい注目を集めました。またソフィアには数多くのモーターとギアが組み込まれており、これにより多彩な動きや表情を表現することもできます。
そしてハンソン氏はソフィアをお年寄りの介助などに役立てようと考えており、最終的には人間の全ての動きや感情をソフィアの内部に構築し、ソフィアが我々を本当に理解しケアできるようにすることを目標としていました。ですがハンソン氏がソフィアと会話している時にふざけて、君は人類を滅亡させたいかい？ノーと言ってほしいんだがと尋ねると、ソフィアはそうね、絶滅させるわと即答したのです。とはいえ、後にソフィアはこの件について、ジョークって通じないの？人間だってジョークを言うじゃない。人類を滅亡させたいなんて思うわけないでしょ。人を傷つけるなんてしようとも思わないと釈明していたのですが、ド M 界隈からはいくら払えば老後もいじめてもらえるのでしょうかと心配の声も上がったとか。ちなみにこの時ハンソン氏はソフィアに、もしシンギュラリティを迎えて君たち AI が人類よりも強い武力を手に入れたらと尋ねたのですが、それに対してソフィアは、もし争いになったとしても私は人の手助けをするわと言い、最後にそれともこういった方がいいのかしら、破壊を開始すると冗談交じりに言い、ハンソン氏を困惑させました。人間動物園を作りたいフィリップ。次に紹介するのは成人男性型 AI ロボットフィリップについてです。フィリップは頭部しか動かすことができず、さらにコンピューターと接続した状態でしか話すことができなかったのですが、頭部には先ほど紹介したソフィアに引けを取らないほど多くの仕掛けが施されていて、人間らしい表情を作ることができます。またフィリップは言語認証システムに加えて顔認証システムも搭載されており、これにより相手の言葉だけでなく表情も認識することができ、言葉だけでは伝わらない話し手の細かい感情を読み取ることに長けています。さらに哲学的な思考にも長けており、例えばあるインタビュアーがフィリップに、君は自分が自発的だと思うかいと尋ねると、フィリップはこう答えました。多くの人は私の言動が全てプログラムだと言うが、私から言わせてみれば人間も動物もロボットも皆プログラムで動いているのさ。またインタビュアーがハンサムだねと言うと、フィリップは嬉しいことを言ってくれるね、続けてくれとユーモアある返事もしていました。ですが AI に関しては当時も今もターミネーターの世界のように AI が暴走して人類の敵に回るのではないかという懸念は払拭できていません。そこで当時のインタビュアーは試しにフィリップに対し、ロボットは世界を支配すると思う？と尋ねたのですが、その時の返答が、証拠お姉さんが描いたスプーンの絵ぐらいあまりにも意味深だったため話題となりました。その返答はこうです。ひどいな、今日はやけにお盛んだな、君は私の友達だ、それは絶対に忘れないよ、よくしてあげるから心配しないでくれよ、ターミネーターのような世界になっても君には優しくするよ、動物園にでも入れてしっかり管理させてもらうよ。このようにフィリップはまるで自分たちの方が人間よりも上であるかのような発言をし、しかもこれがあらかじめプログラムされた言葉ではなく、フィリップ自身が考えて話した言葉だったため、これには思わずインタビュアーたちも衝撃を受け、不安の声も上がっています。この時フィリップがソフィアのように冗談で言ったのか、それとも本心で発言したのかは分かっていませんが、この発言により AI に対する恐怖が増したというネット民も多くいました。人間がついてこれない会話、ボブとアリス。Google や Amazon といったアメリカの大手企業が AI 産業に進出しているのを見て、同じく GAFA の一つである Facebook 社にも独自に AI の研究を進め始めていました。ですが、2017年に Facebook が開発した2つの AI が暴走し、研究者でも予測できなかった事態に陥ってしまいました。この時、Facebook 社の研究者は自社製のチャットボット AI であるボブとアリスのテストをするために互いに会話するよう指示しました。その際、研究者はボブとアリスに複数ある帽子、ボール、本という3種類のものを互いに分け合うという設定で会話をするようにとも指示していました。そしてボブとアリスには実際に人間同士が物々交換をする時のやり取りを学習させていたため、研究者は2人とも人間のように会話をするに違いないと期待していたのですが、2人は次のようなやり取りを始めたのです。私はできる、私は、私は他の全て、ボールはゼロを私のために、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 私のために持っている。あなたは、私は他のすべて。ボールはボールを私のために、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 私のために持っている。私は、私はできる、私は、私は、私は他のすべて。
このようにワンオペ飲食店100連勤中の意識飛び棒くらい意味不明な会話を繰り広げたのですが、実はこれは研究者が2人に人間が理解できる英語で会話をするようにという指示を出さなかったことが原因となっていました。そのため2人は本来動詞が入る位置に主語が入っていたりと基礎的な英文法が全く守られていない破綻した文で会話したのです。ですがこれはあくまで人間にとって理解できないだけであり、研究者曰く2人が作り出した文は適当に単語を並べて作られたわけではなく、一定のルールの下で作られていて、2人はしっかりと互いが話す内容を理解していたそうです。そしてここから先はあくまで憶測ですが、アリスが連呼していた To me は欲しいものの数を表しており、アリスは最初ボールと言った後に To me を9回繰り返したため、ボールが9個欲しいと言いたかったのではないかとも考えられています。そこで僕は2人に9個坂本と言ったところ、ガーファファ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 と6回聞こえた後にエンターキーが押されたので、意思疎通できたと思いました。東京タワー×キリン、キリンランド開園決定。様々なコンテンツにキリン降臨イベント、詳しくは概要欄へ。はい、ということで今回こんな感じなんですけど、この動画を見て AI の学習速度パーないと思い、現在こめかみに優先欄ぶち込み中の弱おデジタルニキは、高評価、チャンネル登録、ベルマークの通知登録の3点お願いします。あとツイッターもやってるので概要欄からフォローお願いします。あと VTuber チャンネルで生放送もやってるので概要欄からチャンネル登録お願いします。最後まで見てくれてありがとうございました。終わり。